日本スゴ研究所。今日は慶応義塾大学安村光明研究室です。それでは映像をご覧ください。慶応義塾大学の安村光明と言います。インタラクションデザインラボというの代表者をしています。我々の研究室はですね、インタラクションデザインまたはインターフェースデザインを主にやっております。でこれまで9年間家展とか電車展いろいろなことをやってきまして、今年はつながり展というのを9月に、慶応義塾大学の日吉キャンパスで行いました。このつながりっていうのは人と人とのつながり、あるいは人とのもののつながりを、インタラクションデザインで、ものを作りしていこうというものです。だいたい13個の作品を、展示してきたわけですけども、その後11月に、慶応の、SFC がやりますオープンリサーチフォーラム ORF ですね、そちらの方でもやはり展示を行いました。修士2年の山本玲です。同じく修士2年の吉椿香織と申します。こちらは食材と情報がつながるピピットカートというシステムになっています。買い物の時に最も消費者を悩ませているのが食事の献立決定であることが明らかにされています。でそこでショッピングカートを使いながら献立レシピをいろいろ見れるシステムというのを検討しました。食材にそれぞれバーコードがついてるんですけれども、こちらを読み取ると、今牛肉を読み込んだんですが、牛肉を使ったレシピがショッピングカート上のディスプレイに表示されます。はい、人参を読み込んでみます。そうすると、先ほど読み込んだ牛肉に人参が追加されて、牛肉と人参を使ったレシピというのに相当されてきます。レシピはこのように拡大して見ることができます。画面上には、レシピと買い物リストとそれからヘルシー情報というのが載っていて、買い物リストには、今バーコードで読み取った食品のリストが表示されていて、で合計金額も表示されています。でヘルシー情報の方には、今足りていない栄養素のを補うための食品や一度の食事のに取るべき量に対してどれくらいの量の栄養素が取れているかどうかが、見ることができます。はい、ではこちらはみんなで応援する婚活システムディンドンです。でディンドンは Facebook アプリです。従来婚活は他人に悟られないように行ってきて、第三者がなかなか介入できない分野であったわけなんですけれども、このディンドンはですね、 Facebook のお友達から婚活について相談したい、あるいは、相談できるより深いお友達をピックアップして応援団として登録します。でこの応援団を登録が完了しますと、この応援団の人たちも婚活者と同じ婚活情報を共有することができます。でこちらの第三者が介入することによって日頃の応援団と婚活者の会話が垣間見れたり、それから応援団による、客観的な紹介などが見えて、この婚活者の魅力をより多面化する効果があると考えています。でこの好みの人のランキングを見ると、応援団の人たちはこの婚活者の好みの傾向っていうのが分かってきます。好みの人について婚活応援団と相談したりといったことができるようになります。また、自分ではそれほど好みでないと思った人でも応援団の評価が高い場合にこの人に着目してみようといったような効果が期待できると考えています。こちらはその場 .org というウェブサービスを作っています。もともと、SNS などで、友達全員に写真を共有してしまうと、その写真を撮った場所にいなかった人にまで公開されてしまう一方で、 SNS で友達になっていない人には見ることができないという問題があるのを感じていて、その場にいた人だけに、情報を共有する方法があれば、そういうことが起きないんじゃないかということを考えてこのサービスを作っています。時間限定の URL というものを作るようにしていて、例えば、その場 .org/ マトグロッソにアクセスしてくださいというふうにアナウンスをしてアクセスをすると、その場 .org/ マトグロッソというページが、作られます。で、アクセスするとこのページが作られるんですが、このページが1時間で消えてしまうようになっていて、この上で情報共有することによって、この1時間の間にこの URL を知っている人の間だけで、情報共有ができるようになっています。で、ページを開いてからは
トラッカーのドロップでファイルを簡単にアップロードすることができるようになっていて、スマートフォンやタブレットからでも使えるようになっています。でアップロードしたファイルは、このように見ることができるようになっていて、その1時間限定の1時間の間にアクセスすると少し長い URL にリダイレクトされるようになっているので、そのページをブックマークしておくことでその後も情報共有を続けることができます。というわけで今まで見ていただきましたように、我々は、今回つながりということで、人と人のつながり、人と物とのつながりということで、何かそのインタラクションデザインとしての役割っていうのを明確にしていきたいと思ったわけです。さらにこれが、うまくいくと、商品化とかいろんな形で、世の中に役に立つことを願っています。安村光明研究室いかがでしたか？先生の説明にもありましたけども、まさに人と人とのつながり、人と物とのつながり、その人と人、人と物がですね、インタラクションという、キーワードを通して、いわばですね、コミュニケーションをする、コミュニケーションデザインをしている、研究室ということだと思います。このですね、安村先生自身もですね、人材育成という、言葉というか、行為を通して人と人とをつないだり、人と物とをつないだりですね、いらっしゃるということなんですね。この未来に向かってですね、これから人や物がどんなつながりをしていくのか、それにはですね、この安村研究室の研究のような、もう地道なですね、インタラクションデザイン、インターフェースデザインがすごく重要になっていく、これからですね、世界になっていくんだろうなというふうに思っています。これからもですね、安村先生の研究、私も注目していきたいと思います。